こんにちは。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。白身魚の皮の肉ごりです、はい、これは山椒、粉山椒、あとこちら煎りごまと、じゃあ柚子、香り柚子、はい、山椒、まあちょっと早めに食べてください。溶け溶けます。はい、いただきます。はい、そうそう、どれからいいとかあります？最初、ごまか柚子の方がいいです。ごまから。今日これ何の皮が入ってますか？ほうぼう、くち、あいなめ、つむぎすごいシンプル。あ、でも魚の味しますね、やっぱり。します、します、うん、柚子。ちなみに今日は、もし僕が乾燥できた場合はどれぐらい今日用意してください？43種。過去最高かもしれない。過去最高だと食べる、食べた基本、仕入れは地元の。地元です。まあ、仙台市場もあるし、石巻もあるし、はい、あと渡りの方、知り合いの人です。はい。地元で宮城の、宮城県沖の魚で今日揃えてくださった。そうです。そうです。これ日本酒につけてるっていうのはどういう意図というか。ああ、そうですか。そう。この辺で、はい、赤貝の、はい、塩漬けっていうのがあるんですよ。ほう。で、塩漬けもいいけど、お酒に漬けるのもいいだろう。酔っ払いますね、これ。あ、これ本当のお酒だから日本酒ですね。日本酒、あの、コッケン、コッケンの、あの、純米酒。まだ赤貝にこんな食べ方があったんですね。それ自家製です。ガリ美味しいですね。新進生姜。どういうことですか？新生姜の前に出てくる新生姜、新生姜、スライスを。すごい。マイスルメイカ、アオリイカ、コウイカ、赤イカ。宮城でそんな取れるんですね。取れるんですよ。スルメの割にまあ包丁入ってるからっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり子供だから柔らかいですね。うん、まあ、バキバキしてないですね。そうです。でも僕大きくてもこういう風に細切りにします。硬いじゃないですか。うん、うまいっす。うまいっす。これ、わけ福寿司のわける福寿司。本店が福寿司ってあるんですよ。まだある？そんなのありますね。街中にあるんです。仙台の。仙台。ここで、のれん分けしていただいたんで。こっちの方が、スルメよりやっぱりちっちゃいからっていうのあると思うんですけど、柔らかいですね。柔らかい。スルメは基本的にちょい固めなんですよ。うんうんうん。いわゆるあのスミイカの新イカとはちょっと違う、ねっとりしてる。こっちの方がやっぱり今この順番で食べ比べると、スルメと剣先のなんか中間って感じがしました。僕はコウイカのスミイカ、スミイカの新イカ。
え、イカ何種類目ですか。4種類かける身とゲソ計8貫しびれるな。やっぱ宮城の食材っていいんですよ。そう、本当にイカは全部石巻、石巻、定置網。底引きと定置って何が違うんですか。どう違う。底引きって要はこう、そこからこの網をガサーって引っ張って、定置はその網がもうやあのこういう風にこういう風になって、はい、魚が入ってきて最後こうここに集まったやつをすくって生きてるもんだから、定置は鮮度がものすごく、うん、トロールは引いてる時に死んじゃってる、死んじゃう可能性もあるけど、いろんな魚は入る。コウイカが一番食感がありましたね。力強かったというか、うん、どれもでもすごいな。え、ここはあんまりあの適度な方があんまり濃いの苦手です。要はそっか、その北海道の昆布って言っても産地によってまた全然違うんですね。全然違う。皮うまいですね。皮目うまいです。皮目、僕全部皮目残してる。あ、でも噛むと昆布のこの塩味と旨味がどんどん出てくる、ね、うん、これ3枚におろして、さっき見たその水分飛ばして、それから酢で1時間ぐらいつける。あ、1時間もつける。僕は1時間ぐらいつける。さっき揚げました。やっぱ後半どんどん味が出てくるっていうか、そうですね、強くなっていく。強くなっていく。今飲んでないですけど、これ結構酒に合いますね。うん、酒に合います。古代の昆布汁、これ生です。生、一応酢締めにしてから昆布締めにしてますか。そうですよね、ちょっと酢が。そう、はい、そうそう。第2章もすごかったですね。イカ発汗からの地代4種食べ比べ。無限のシラスって言って、今釜揚げにしてきたから、はい、これ握ります。ゆり揚げは赤貝だけじゃなくてシラスも有名。あの、そうなんですよ。赤貝が貝毒で、はい、ちょっとダメ、あの取れない時期がずっと続いた時に、はい、この辺でもそのシラスが取れるっていうのを、まあ、漁師さんは知ってたらしくて、はい、ちょっとじゃあシラス取ろうよってなって、で、極限のシラスでっていうそのキャッチフレーズでちょっとやろうよって話。生の状態のものをさっと釜揚げしてるだけだから、生っぽいこの苦味もちょっと残ってて。そうです、はい、ちょっとびっくりですね、これ。味が濃いっていうのはすごいわかります。で、あの住んでるところの海水の匂いが違うんです。直で来るから、はい、石薙、はい、石薙です。聞いたことですね、はい。まあ、これマアジの小さいやつ、ね、はい、アジ、はい、糸引きアジ の子供。糸引きアジの子供、はい、はい。まあ、これは石薙ですね、一緒ね。ほうほうほう。で、これが夢カサゴ。夢カサゴ、うん、はい、これは馬面ハギ。ハギ、はい、馬面ハギ。夢カサゴこの4枚。そうです。あ、はは、はい、これはこれもうまずら、ここにいます。ちょっと3つぐらい知らない魚がいました。石焼きなんか東京食べない。ハタカットって今は一番おいしいですから。産卵前のこの時期なんすか、これ。うまっ。絶対好きって言ったんですよ。はい、よーく見て油浮いてますね。これはハタカトの油です。これ全部が要は骨とか頭の出汁が詰まったやつです。いただきます。煮汁ってことですよね。煮汁です。美味しい。
濃いなこれ。あ、重い。ずっしり。身質がしっかりしてるのが持ってばわかる。で、大きくなると釣りの対象なんだよ。はい。の方が大きくなって。糸引き味。これは糸引き味の背の方です。背。次腹に。締まるんですね。でさっきほら最初に出たのこういう皮を使うんですよ。特に。ああ、ニコゴリの。ニコゴリ。なるほど。もっとこれは石なぎです。下は石なぎ。西のクエ、北の石なぎ。西のクエ、北の石なぎ。うん、石なぎって大きいんですかじゃあ。でかくなります。10キロ。あ、そんな大きいんだ。クエみたいなでかかった。これ本当にちっぽいけど。油乗ってそうだな。油乗ってます。結構油乗ってます。やっぱりハギ系は肝ですね。わー、たっぷり。これ中に入れます。はい。動物園も古いです。これは七味。一味。タチウオ。タチウオやっぱ炙った方が。炙った方が美味しいですね。食感いい。うまい。塩漬けです。ワラビってこんなもともとシャキシャキしてるんですか。塩漬けにするから、ね、これも締まる。ただこの辺のも美味しいですよ。大将、改めてこれ産地は石の巻。あの、これもう4日ぐらい寝かしてますね。4日置いてるんですね、うん、じゃないと骨きつい。ちょっと骨気になるんですか、うん、今25巻ぐらいですか。30巻ぐらい行きました。30は行きました。しれっともう30巻行ってるんですね。はい。しっかりめのごまさば。ここにごまみたいな点々があるからごまさば。やっぱりマサバの方が味が強い気がします。味強いです、うん。
ごまの方が、だから最初にごま出した。あ、トメの方。うん。あ、ウジキンさん。そう、ウジキンでトメ氏を覚えたの。うん。こう見るとカツオだ、うん、すごい切り付けが分厚いですね。ユキのカツオですか。サワラみたいというのはすごい分かります。しっとり寝かせたりしてるんですか。これちょっと寝かせました。柱のちょっとシャクッとした貝柱みたいな食感と肝のぬるっとつるっとコリッと、いやこれは貝好きにとってはたまらない食感。もちろんホタテは静川です。静川、はい、三陸ですか。三陸です。でこれわざと潰します。これぐらい。このゆずと爪のなんか相性いいでしょ。融合がすごい面白い香りになる。そう。お寿司のその面白いところとか、うん、やってて楽しいなって思うことって、まあ、たくさんあると思うんですけど、何がやっぱそのそれで美味しそう、お客さんが美味しいって言ってくれるんだ。もうそれ言ってもらった瞬間にもううちは超ハッピーですよ。そのために作ってる。なんか仕事と趣味が両立してるようなもん。あ、休みの日も昨日だったら渓流に、渓流釣り行ってヤマメ釣って、はい、一夜募集してここに書いてますね、はい、とかなんかもう仕事っていうよりも仕事っていうよりも生活の一部、うん、なんで、うんうん、全然苦でもなんでもない。あ、楽しいっすよ。ニイカに、かんぴょうとしいたけを、そうです、あとごま、ごまをシャリで混ぜて、はい、そうです。あとゆずとわさび、わさびもうまいです。煮詰めも穴子だけじゃないです。タコとかカバ、煮カマもまあ用語によってするんですけど、あとシャコの殻とか殻入れといて、冷凍しといてそれ使って、それがいろいろミックスですか。ミックス、へえー、煮詰めをつけるネタあるじゃないですか。はい、ニイカだの、はいはいはい、シャコだの、タコだの、それのエキス全部入れて。おお、ですよ。
で、これカニの身をほぐしたやつと味噌だけですか。ちょっとだからちょっと水分多かったから、ちょっと火でしたね。生で買ってきて自分で2日間炊きました。炊く、米の研ぎ汁でね。炊くんです。プルプルして、なんかコラーゲンみたいな。シャキシャキの食感、鰹節とゴマがまたいいアクセント。日本人でよかったと思える素朴な巻物。うわ、なんかやっぱ酸味というか、酸味ありますよ、ね、なんかやっぱこうやって5つの味が、え、なんですか、なんか甘さと酸味と、まあ、塩味ももちろんしっかりと苦味と、もう一つですよ、あのみかん、こうやって食べてると味覚良くなったから、いろんな味がする。締まり具合は何だ。もう軽く言えばお漬物ですよ。塩で揉んでいた。でもやっぱ噛むと辛みが出てますね。辛みですね。辛い、まあ、3日目、もう3日ぐらい寝かせんですよ、イワシの場合。その方が美味しいと思う。ササニシキと企業秘密米をトータル3種、トータル4種類、トータル3種類。お酢は何種類。お酢は2種類、米酢と赤酢です。割合で言うと米酢の方が大きい。もちろん、もちろん。で、砂糖と塩。砂糖と塩、糸引き味。これは糸引き味の背の方、背、次腹に。表面の脂の感じが全然腹のがある。
口どけがすごいうまい。未利用魚にその目を向けるっていうのは先代の時からですか。ですね、うちの味がもともとの未利用とかそういうのや地魚をよく使ってます、はい、でそれがまあ私もなんか別に自然の流れで、それが今になってみればまあ私たちの方向性は間違ってなかったと思います。まあベタな魚がどんどん値上げしたりとか取れなくなってきてるし、だって手加えたら一緒ですよ、うん、ただ手間かと思うんです、うん、まあそれはこっちの技術だって地元にこんないい魚って使わないのってめちゃくちゃもったいないですよ。お客さんからしてもそれはやっぱ嬉しいですね。嬉しいですよ、はい、食べたことないネタいっぱい食べるんで。なんか脂乗ってそうだな。脂乗ってます。結構脂乗ってます。うわやべえ、これやばい。すだちがまたちょっと爽やかで今日一のインパクトですね。これ分かりやすい。インパクトはあります。宮城県だけでこんな50種類もネタが揃うっていうのは相当全国の中でも恵まれた漁場なんですね。常に恵まれてますよ。やっぱりその仙台って仙台宮城県ってその南の方だと砂浜があって、はい、で大きい川とか阿武隈川、広瀬川、北上川、まあ、ちっちゃいの成瀬川とかいろいろ川があって、土壌いいプランクトンとかそのいい肥料が流れてってそこに溜まったのがやっぱ魚が集まる。で北に行くとリアス式海岸でまた魚が変わっていくんだ。本当にして、まあ、島は東京湾みたいに内湾になっててそこでアナゴとかハゼとか取れるし、うん、本当に漁師的にはすごい恵まれてますよね。脇福寿司さんは、はい、現状だと予約はどうやったら取れますか。もちろん、電話かあとインスタの DM で。あ、DM でも。DM でも大丈夫です。でもう今完全予約制なので、はい、必ずもう当日でもいいんで、はい、必ず電話で予約ください。はい、で基本的にお任せがいくつか金額によって。そうですね、コース。カウンターの場合ですとコースかアルカルト、はい、どっちかですね。コースって今何種類。コースだと3種類ありまして、はい、昼だと7,700円、9,900円、13,200円、はい、夜だと9,900円と13,200円と16,500円ですね。もう3種類。つまみがつくのは。あ、全部つまみつきます。あ、そうです。品数とそのネタのあれが違う、はい。でも大将今日ありがとうございました。ごちそうさまでした。今日はありがとうございました。トータル53種。53種宮城県の食材で。お腹いっぱいになったんですけど、あんま疲れてない状態で完走できたのが良かったです。心配してました。過去最高しかも全部地物っていうのがそうです、ね、ちょっともう最高でした。ありがとうございます。ただ今日は何ですか、ちょっと特別コースなので、そうですね、まあ、いつもこんなにあるわけじゃないっていうのは。そうですね、まあ、普段だと20から25種類ぐらいはありますけど、はい、今日これぐらい揃えるとなると1週間ぐらいちょっとお時間いただければ揃えられると思います。まあ、天気とか台風とかね、いろいろあるけど。予約は、まあ、県外の方とか多分土日とかに来るパターンはあると思うんですけど、そうですね、多いですね。大体、まあ、その日によってだと思うんですけど、1ヶ月前ぐらいの予約とかだったらまあ、ある程度今は可能だと思います。カウンターもでもカウンターは 6席までですね。まあマックス 7まで行けますけど、はい、6席ぐらいはちょうどいいと思います。ほら東京からだったら新幹線で多分1時間半ぐらいあれば、1時間半で、あと乗り換えしてここにジャスト2時間来れるんで、日帰りでもこれ夜来てもうそのまま東京帰るとかも全然いらっしゃいますよ。そうですよね、はい、脇福寿司さんとしてなんかこだわってらっしゃるところってありますか。飲むのがこれだけいいと
ってあげないと本当に申し訳ないような気がして、うん、宮城県とかね、この土地に対してね、うん、で私もまあ休日になると行ければ釣りも行くし、はい、山菜も取りに行くし、それをお客さんに出してあげたりして、で喜んで食べてもらうのが本当に一番嬉しいです。こんな多分地物だけでこの50品以上食べられる店を全国で見ても多分ほとんどないんじゃないかって思うぐらい、食べ歩いてる身からしてもすごい貴重な体験をさせていただいたので、ありがとうございます。ちょっとまた季節を変えて、またチャレンジを、地元のチャレンジをぜひまたよろしくお願いします。お腹いっぱいごちそうさまでした。今日はありがとうございました。